はい、念願のクライズ棋戦、また白いベルトへの挑戦が決まりましたが、はい、お願いします。はい、まずは、まあ、記者会見でも言ったんですけど、アンケート投票、投票してくださった皆様、ありがとうございます。念願の白いベルト、最後のチャンスをファンの人たちにもらったと思っています。そして相川優月、なんかまだあの白いベルトを、まあ、実家に持って帰るとか言ってるんですけどね、私はあれはグラレスラーの象徴だと思ってないんで、団体のベルトだって思ってるんで、なので私はあれを手に入れて、未来のこれから相川がいなくなった後のスターダムを引っ張っていく存在になっていきたいと覚悟しています。その決意もできました。なので頑張ってきます。よろしくお願いします。以上。はい、じゃあファン投票の結果、1位に選ばれた安川拓人選手を相手に白いベルト最後の防衛戦が決まりましたが、一言お願いします。はい、もう私としては最初はもう戦う意味がない試合なんじゃないかなと思ってたんですけれども、まあ、彼女は彼女なりに覚悟があるようなので、もう私はそれ以上の覚悟を持って、リングに上がっているというのを見せつけて、キラーユスポンで、蹴って、はい、倒したいなと。そしてこのベルトを実家の神棚に飾りたいと思います。頑張るぞ。